はい、こんにちは。ノマドカメラマンのタクホと申します。僕はですね、この後ろに見える、このキャンピングカーで生活しながら、カメラマンをしているものですが、今回ですね、ちょっと YouTube チャンネルを始めるということで、今日はですね、僕が、どういうことをしているのかっていうのをですね、簡単に自己紹介させていただこうと思います。僕のお家です。で、僕はですね、ここで暮らしながらカメラマンしてるんですよね。映画のポスターとかで言うと、昨年公開された10-2020っていうですね、佐藤浩市さんが出ている映画、このポスターだったり、あとはその2年くらい前かな、熱狂宣言っていうですね、映画のポスターを撮ったりしています。あとは雑誌とか、広告とか、そういったものを撮ったりですね、あとは、著名人だったら星野仙一さんとか本田圭佑さんとか、これまでに撮ったことがあります。政界財界だと現職の総理大臣や皇室の方なんかも撮ったことはあります。僕はですね、そういう前までですね、コロナ前までは東京の渋谷区にアトリエを構えていたんですよね。どうしても移動しなきゃいけない事情っていうのがあって、このキャンピングカーに引っ越したんですけど、アメ写真館という今年創業85年になるフォトスタジオの4代目でもあるんですが、それでですね、大阪、京都、四国の徳島が実家になるんですけれども、徳島の本社と、あと茨城県と、北関東の茨城県、ここをですね、どうしても行き来しなきゃいけなかったんですよね。カメラマンで東京も行かなきゃいけない。カメラマンって現場行かなきゃ写真撮れないんですよ。ここについてるカメラで、撮れりゃいいんですけど、そういうわけにもいかないんで、どうしても東京、大阪、徳島、茨城、これをですね、移動しなきゃいけない。東京から僕が帰ってきたっていうとね、それだけでね、すごい煙たがられますし、そこでコロナが出ようものなら、そのお店の、死活問題になると、予約が全部飛んでしまうっていう、そんなリスクも抱えていましたから、それでも移動しなきゃいけないっていうことで、思い切ってキャンピングカーに引っ越しまして、このチャンネルではですね、まあ、写真のことあんま言っても、あれだと思うんで、僕が今から始めようとしているこの旅するフォトスタジオっていうコンセプトでね、コロナ後の、新しい時代のフォトスタジオっていうのを作っていこうじゃないかと思ってやってるんですけども、これから先10年20年で移動革命が来るって言われてるんですよね。移動革命ってどういうことかっていうと、移動のコストが劇的に下がる。昔はですね、フォトスタジオっていうのはですね、一等地に店を構えたい、どうもそうじゃなくなってくると、まあなんていうか、フォトスタジオ自体が動いたら面白いなと、いうふうに思いまして、これを今運用してるんですけれども、イメージとしてはですね、サーカス団のようなフォトスタジオ、これをね、作っていきたいなと思ってるんですけども、作れるのかと、そんなもの本当に。僕はですね、昔ハウルの動く城っていうね、ジブリの映画あったじゃないですか。ハウルの動く城のような、僕タクホって言って、タクホの動く城が欲しいなと、どうやったらこの、それが手に入るんだと、いうことをこれから実験してみようじゃないかと。カメラマンとして、どういうふうに新しいことをチャレンジするのかと、いうことをですね、身をもって、お届けしていきたいなというふうに思っていますので、興味ある方は、ぜひチャンネル登録してくれたら嬉しいです。この移動革命の時代をね、創業85年の古い会社が、サーカス団を作っていくのかという YouTube チャンネルでございます。生温かいじゃなくて、温かい目で見守っていただけたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。